JR 九州が開発したビッグアイは、線路の歪みや枕木を固定する金具などを線路の上を走りながら測定する車両です。豪雨で被災し使えなくなった車両を活用。車体の下にもカメラを設置し、短い時間で高い精度で測定できます。走行安全性を確認するための装置でありまして、例えばあのレール、高さ方向に少しこう歪んでいるとか、上から見た時に左右方向に歪んでいるとか、あるいはこのレールの幅が適正かどうかといったようなことを検測する装置になります。これまでの測定車両では3人の技術者が乗車し、線路や枕木のデータを確認する必要がありました。新たな車両はデータをそのまま会社に送れて、